6号艇山本孝之選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは4日間走り終えて船足の評価から伺えますか。昨日の後半から良くなっていると思います。特徴などはいかがなんでしょうか。乗りやすくなりました。もう序盤と比べると乗り心地はだいぶ良くなっていると思います。はい、船足に関してはこう序盤との比較どうですか。いや、もう中堅ぐらいだと思います足は。はい、はい。明日優勝戦日当日、具体的な作業イメージ何かありますか。雨降るみたいなんで、気候に合わせてペラは調整したいと思います。はい。優勝戦は6号艇となりました。コースを含めレースイメージを伺いますか。そうですね、動ける感じだったら動きたい気持ちはあるんですけど、考えます。はい。今節スタートについては見え方いかがでしょう。決まるようになってきてるんでしっかりいきたいと思います。はい。それでは最後にファンの皆様へもう一言お願いいたします。優勝目指して頑張ります。お願いします。